ひまりじゅうレバンテ監督ケラモロの続きやっていきたいなと思います。今日はマンチェスターシティとの第2節 CL やっていきたいなと思います。ここがね、鬼門かなっていうふうには個人的には思ってます。しっかり勝ってね、勝ち点6にして単独首位に躍り出たいなというふうに思いますので、早速やっていきましょう。 Here we go。 さあ、今日の相手シティのスタメン、ネルソン、ドゥクレ、イニャキシティに行ってる。おうほうほう、あ、ステフェン、ドルトムントキャリアで使ったステフェン、で、バイザーもいた。いや、 やっぱメンツ豪華っすね。なんかこう現実のね、シティメンバーも残りつつ、いい感じの補強もしてますね。デフライとか、いやー、シティと、まあ、やられるのは嬉しいですけどね。アウェーでしっかり勝ちたい。そして今日のレバンテのスタメン、キーパームリッチで、3バック右からエルベディ、ベゾー、サイエンスで、中盤4枚右からテヘロ、カンパーニャ、ヨクシル、バレディで、2シャドウ右バレディ、左ロベルト、ワントップモラレスでやっていきたいと思います。まあ、前回のエスパニョール戦から中2日で今日来てる、迎えてるんですけど、いい感じにね、メンバーも変えながらしっかり勝利も収められたので、今日いい感じに迎えられてるので、試合勝ちたいですね。さあ、早速、青、いやー、ちょっとでも本当にさっきも言ったんですけど、ここが鬼門になるのかななんて思ってますね。まあ、シティが2節と6節なので、仮にここ負けて、なんかチェスカモスクはザルツブルクと三つどもえで2位争いとかしてる中で、最終節シティと当たったら結構厳しいなって思うので、ここでちょっと倒して、僕らがね、単独でなんか決勝トーナメントを早々と決めれたらいいですね。おーっと、危ねー。まあ、シティもね、開幕戦はザルツブルクに勝ってましたね。お互いだから勝ち点3を積み上げた同士の戦い。さあ、カンパニア、わあ、ラポルト、まずい。いやー、いい駅、やばい、デブライネやばい。いやー、そこ来た。よし、スピード。さあ、テヘロ、バレリー、ロベルト、カンパニア、よし、モロレス、来た、ダイレ、いやー、もっとなんか巻きで行きたかったね、今。うわー、惜しい、これ、ストレートじゃないな、カーブでちょっと。来たかったな。あ、切りながら、なんか来る。やばい、まずい、出ない。オーケー、ムリッチ、ナイス。ムリッチはフルスですね。そういえば、ポロもフルスだけど、キュビン違いだわ。やってまったな、出したらよかったかな。やばい。おお、クロスダメ。やだー、オッケー、打たせない。よし、もうイニャッキにはね、散々もう初年度から苦しめられてるから、ビルバオ始まり、次バレンシアで、今度はシティですよ。またコーナーだよ、怖いな、コーナー、クリア。いや、これのセカンドボール拾われるのやだ。いやだ。オーケー。早っ、スピード早っ。いや、えぐいて。どこまで行く。うー、やっぱデブライネ。これ、ちょっと戻り遅い感ない。ちょっと戻り遅いっぽかったけどな。逆足でこれでしょ？なんかテニスのさ、サーブぐらいあるよね。いやー、まあ、デブライネに決められるなら嬉しいかな。嬉しくはないな。まあ、僕、海外で一番好きな選手はデブライネかもしれないんで、さあ、おっ、抜けたら1点ものだったな。まあ、スタッツだと相手シュート5本、うち1本支配率相手56かな。
まあ、そういうの見るとかなりやられてるんですけど、まあ、なんとしてまず1点だな。点取りたい。シティやっぱ強いな。強い。よし、あお。やばいやばいやばい。やばいやばい。よしよし。オフサイドか。オッケーオッケー。イニエスタ絶対決めさせないから。絶対に決めさせない。よし。よし、いいよ。さあ、いい感じに。そして、モラレスに。モラレスに、ラポルト。コンティキさん、あんたもビルバオにおったんやからな。って考えると、カンセロもバレンシアいたし、結構スペインリーグ勢多いな。お、いいぞ。で、ロドリもそうじゃん。うい。元ラリーが、結構多いな。ほほ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 、おいおい、さあいいタッチ。モラレス、よっしゃ、モラレス4試合連発きたー。けれー、ありがとうございます。モラレスえぐいて最高。こう今まで 2,3 シーズン目ちょっと干してごめん。本当に本当にごめん。なかなかね、やっぱベテランの選手を使おうっていう気に正直にならなかったりとか、どうしてもね能力値とかを見てしまうところがあって起用してこなかったですけど、えぐいな。よしよしよし、カウンター。いや、いいんじゃない。もっとカンセロが後ろにいたイメージだったけど、切り返してロベルト。いやー、ポスト多い最近。マジかよー。いやーになるね。まだでもいいよ、流れはこっち。サバレリー、いやー、殺したいか。ないか、大丈夫か。さあよし、さあロベルトじゃないこれ、来た。よっしゃー、レワンテのファンのもとに。いや、危ない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 、反射的に危なっつっちゃったけど、ゲームか、よかった。ナイスー、逆転。モラレスアシスト。ロベルトのこのファーストタッチも完璧。ノリッチ戦の香川のハットトリック、3点目のね、あのルーニーからのパスをこう優しいファーストタッチでチョンってやっている、やる感じ。OK、ナイス、逆転しましたよ。71分、バレリー下げて、アルフォンス・デイビス投入。スターリング。スターリングって名前かっこいいよな。さあ。あっ、待って、待ってくれ、待ってくれ。やばい、稲木だ。稲木はダメ。よし、落ち着け。決めさせない。よし、よし、よく防いだ。OK、ナイス。無理にいかない。よしよし。さあ、アルフォンス・デイビス、これ来たんじゃない。デイビス行こうぜ、得意な形やろ。うおデイビス、いや、それ好きやな。みんな流行ってんのかな、それ。いやー、アルフォンス・デイビスえぐ、攻撃力を失っております。これで2点差リード。いやー最高だわ。さあ81分、カンパーニャ、モラレス下げてグレイ、アンパドゥ投入で、ロベルトを一番前にして、グレイを左のシャドウで、アンパドゥは右の中盤セントラルに
入れました。いやこれで勝ち点3見えてきた。だいぶ大きな3点目入った。さあただまだ行くよ、止まらないぜ。キーパー下げよう。危ないな、怖いな、怖いな、怖いなって。オッケー、アンパでどうする。ロベルトつけてバルディ、よっしゃ、4-1、えぐ。これがね今シーズンのレバンテの力です。どうですか皆さん、好きになりましたか。きた、オッケー。マジ今シーズン本当に CL も取りたいね。リーグ戦だけじゃなくヨーロッパ王者にもなりたい。それで終わりたい。オッケー、4-1。よし、オッケーオッケー、クリア。俺俺俺、よっしゃ、アウェーでマンシー相手に4-1逆転勝利。いやもうすごくいい。はい、ということでシティとの試合4-1で勝利することができました。前半ねだいぶやっぱシティさん強いなっていう感じだったんですけど、もう後半は完璧な内容じゃなかったかな。いやーまさかねちょっと4点も返せるとは思わなかったですけど、まあ、なんとかね勝利できてよかったかなと思います。これで本当に CL 突破向けてね大きな一瞬になったと思うので、このまま勢い持って次のリーグ戦もね、練習を重ねていけるようにやっていければいいかなと思います。とりあえず今回はこれで終わりたいなと思います。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしています。以上です、ありがとうございました。